こそ激しさを増してまいりました。第4回転です。戦闘態勢に入って、あーっと大雨になりました。あー今度は当たった、ハーズマスのダメージ。さあ熱いバトルが展開されております。ここで雷だ。よーし、ヒット！やーっと力尽きたか。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここで電流の登場だ。両者とも大健闘です。激しい攻撃、ヒット、いい感じです。さあ両者とも激しくバルムの火花を散らしております。この攻撃、よし、いった、当たった。さあノックアウト。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。今準備が整って、鳴き声とともにポケモン登場。もっと毒を食らっていますが大丈夫でしょうか。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで回避率をアップです。ここで地震攻撃、よし、あーっと崩れ落ちた。さあポケモンは残り1匹。ここでポリモン2の登場だ。これに使えるポケモンは最後です。ここで雨が上がりました。現在のところ残るポケモンは2対1。強い攻撃、おっとこれは外れ。これはどうだ、あるヒット。さあ激しいバトルです。ここで一発、これは有効だ。ここで自分のタイプを変化させました。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。
リタックヒット、いい感じです。これで勝者決定です。ここで試合終了。戦闘態勢に入って、やっと激しい雨が降り始めました。激しい攻撃、決まった。これは効果的だ。両者とも大健闘です。ここで雷だ。効果は抜群だ。一撃で倒れてしまった。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでベロリンガの登場だ。これは期待通りの活躍を見せてくれるか。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。いった、一撃。混乱した。おっと、持っていた道具で状態異常を回復です。おっと、持っていた道具で体力を回復です。さあ、熱いバトルが展開されております。強い攻撃、よし、当たった。カットダウン。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでペルシアンの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。さあ、激しいバトルです。おっと、これは厳しいヒット。決定です。ここで試合終了。
んです。トーナメントに参加したトレーナーたちも次々と敗退し、残るはたったの8名です。3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。戦うか前に入ってセミタック、すごい一撃、一撃で崩れ落ちた。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。マジカルボの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。決まったか、入った。これで残るポケモンは0となりました。ここで試合終了。